あずまやの日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや、言葉の処方箋があればそういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。5月29日、今日は何の日？1857年の今日、伊藤美代治が生まれました。伊藤美代治は明治から昭和にかけて活躍した政治家です。伊藤美代治は長崎県の生まれで、早くから長崎英語伝習所でグイド・フルベッキに師事して英語を習得します。1871年に明治政府の工部省の試験に合格して上京、電信技師となりましたが退職。兵庫県約管を経て、1876年に伊藤博文の知遇を得て工部省に出資しました。その後、伊藤美代治は伊藤博文の側近として活躍し、大日本帝国憲法の起草にも参画しています。1909年に伊藤博文が暗殺された後は、政党外部に身を置きつつ、しばしば政界の表面に登場し、官僚勢力のために種々の画策を講じ、枢密院の重鎮として昭和初期まで政界に影響力を持っていました。伊藤美代治に関してどうしてもお話ししておきたいことは、1933年の国際連盟脱退に関して一人異を唱えていたということです。満州は1895年日清戦争の後の下関講和条約で日本に割譲されましたが、以後その覇権をめぐって、また満州経営の柱である南満州鉄道をめぐって、日本、ロシア、中国は常に争いを続けていました。1831年の満州事変の後、国際連盟総会は満州における日本の特殊権益を認める一方で、満州の主権は中国にあるとする対日勧告を採択しました。1932年に日満議定書により満州国を承認していた日本にとっては、国際連盟の採択は承服しがたいものとなり、国際連盟脱退論が湧き上がります。伊藤は1933年2月6日の夜のラジオで、19カ国委員会の審議が満州国の不承認で固まったことを聞いた後、約10日間にわたり毎日のように主要な人物と面会し、前半は外交の失策を罵倒し、後半は国際連盟脱退反対を訴えます。しかし20日のラジオを聞いた伊藤は、忠告の甲斐なく脱退論に邁進しつつあると判断し、脱退反対運動を諦めました。伊藤は国際連盟脱退により日本が国際的に孤立し、軍事的危機に陥ることを憂慮していたのでした。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。